五霊神社は、大阪市中央区淡路町にある神社。旧社格は、府社。なお、正面鳥居の変額は五霊具と表記。なお、当社は五霊神社という名称ではあるが、五霊信仰とは、関係がない。歌唱三年から、大阪湾岸の沿行で行われた、安戸島祭りの祭上とされた、窓下神史に、瀬尾立姫神、爪ら彦神、爪ら姫神が祀られると、 シャワやガテエン神社、窓加工神社、津村神社と呼ばれるようになり、摂津国津村号のウブスな神社となった。この当時の当社は、大阪市西区宇ツポ本町にある、楠木久神社の近辺にあった。文禄三年、稲葉国六屋藩主の亀井これ乗りから、船場の自定敷地の一部を寄進され、境内の少子観八万宮と、源の正霊人を本殿に合祀した上で、 窓河口から船場の現在地へ遷座する。江戸時代になると、鎌倉県五郎の県五郎から五郎の宮屋、生って五両の宮とも縁五両とも呼ばれた。また、境内の南側には十一面観音を本尊とする神宮寺の宝条寺が作られた。漢文年間に五霊神社と改称し、法歴三年に小一くらいの深海を授けられる。明治時代に入ると、神仏分離令によって、 五霊神社と北条寺の境内を分けることとなったが、後に北条寺は廃寺となった。そのために現在、五霊神社の南側にある会社のビルの前に鳥居だけが残ることとなった。1873年、豪社に列する。1884年、人形浄瑠璃の劇場、文楽座が境内に開設。五霊文楽座として、金星文楽における黄金期の賑わいを見せる。 しかし、1926年11月に、五霊文楽座から出荷、本殿と共に消失した。1930年に社殿を再建するが、1945年3月13日14日の第一回大阪大空襲により、再びすべてを消失した。1957年、現在の社殿を再興する。1959年、鳥居玉垣を再建。 その後、年を追って王子に勝る異様を整備しつつある。ありがとうございます。